あれだキハ、対決しに来たよ。なんだ花角玉将のやつ、また子供と戦わせるつもりか。人手不足だからって適当にごまかしたりしてねえよな。あんたはどうでもいい。キャッキャと騒ぐやつは大体雑魚だから。この金髪のお兄ちゃんからは強者の風格がにじみ出てる。彼こそがあんたたち荒滝派の親分でしょ。イヒヒ、お前見る目あるな。もっとこいつを褒めてやれ。ああ、何バカなこと言ってやがる。俺様のダチコは確かに強いが、今回は荒滝派の助っ人だ。荒滝派の名が示しているように、親分はいつだってこの荒滝一途様だぜ。そうだな。荒滝派の実力はひとまず置いとくとして、親分って一体どんな気分なんだ。オイラも気になってきたぞ。もしオイラたちの願いを聞き入れてくれたら、オイラも荒滝かっこ三日限定パイモンとか、荒滝派パイモンかっこ臨時親分とか名乗れるな。おいおいおい、おめえら相手に振り回されんだ。こいつは明らかに仲間割れさせようとしてるだろ。これはこいつの罠だ。俺様がお前の親分に勝ったら、今の言葉を後悔して慌てて取り消すことになるだろうぜ。諦めなさい。あんたたち荒滝派の事情なんて私の知ったことじゃないから。私はただ強い相手と勝負したいだけなの。お兄ちゃんの虫相撲の腕、私に見せてちょうだい。そうだダチコ、俺様と白鉄ちびすけが教えたコツを思い出せ。隙を見てこいつを打ち負かしてやれ。寝言は夢の中で言いなさい。逃げる機会なんて与えないよ。
こだわりがない、優雅ではない、素晴らしくない、不思議でもない、何もかもが釣り合わない。何ブツブツ言ってんだ、打ち負かされた仲間たちのことか。君たちの虫相撲の戦い方のことだ。ああ、フライムに体当たりされて頭でも打ったのか。俺様は芸を見せに来たわけじゃない。俺様のこだわりは熱血、力、そして圧倒的な勢いだ。お前に見せてやろうか。嫌なことを思い出してしまった。君のような騒がしい奴とは対戦なんかできない。うん、こちらの金髪の男の人は手軽そうだ。決めた、彼に挑むとしよう。ダチコ、聞いたか？お前のことが手軽そうだってよ。こいつの相手をしてやれ。こいつらどういうつもりなんだ。相手の情報を一切集めてないし、次から次へと勝ちを譲ってくれるような相手を送るなんて。花角玉将のチームってなんかバラバラだな。戦略面ではオイラたち3人に遠く及ばないみたいだぜ。鬼カブトムシ同士の決闘は鑑賞性と芸術性を兼ね備える必要がある。君たちには理解できないようだけど。うーん、そんな大層なもんじゃないだろう。オイラは爽快感と楽しさが一番重要だと思うぞ。ただ鑑賞するためってだけじゃ演劇になっちゃうじゃんか。ああ、その通りだ。白鉄ビスケもよく分かってんじゃねえか。ダチコ、おめえがこいつに教えてやれ。空をかける白鉄ちびすけよ、電気少子の仇を取らせてもらおう。さあ、鬼カブトムシを出すがよい。お前を任した後、このわしが荒滝派を全員一人ずつ打ち倒してやるわい。うわぁ、今回は大人だけど、なんか今までの子供よりずっと興奮してるな。白鉄ちびすけ、相手はお前をご指名だ。気合で負けんじゃねえぞ。赤べに一生連れて盛大に任してやれ。
てのオニカブトムシ、ずいぶんと大きくないか？なんか不公平な気がするぞ。気にすんな。大きければ逆に重くなる。うちのアカデミー社には到底及ばないはずだ。お前たちの弱々しいオニカブトムシではわしに勝つどころか、それをもらってもカゴの無駄遣いになるだけだろうな。行こうよ。休むことも大事だけど、気を抜きすぎてはダメよ。